はい、皆さんこんにちは。今回はですね、静岡県島田市にあります麺宗心さんに行ってきました。食べログの静岡ランキングでもなんか1位になっているすごい有名なお店みたいですね。で、2010年に島田市で開業されたあの無花町のあの自家製麺で、こう地産地消にも取り組まれているラーメン屋らしいです。まあ、最近ちょっと僕サウナにハマってまして、この静岡県に敷地っていうあの有名なサウナの聖地があって、まあ、ちょっとそこに行ったついでにあのこの店に行ってきました。で、まあ朝開店と同時ぐらいに着いたんですけど、もうすでに15人ぐらい並んでて、まあさすがの人気でしたね。で、今回注文したのがこちらの鶏そばクラシックっていうメニューなんですけども、まあいわゆるあの鶏の出汁が効いた、醤油ラーメンっていう感じのラーメンですね。まああの麺は自家製のあの細ストレート麺で、すごいしなやかでこう張りもあって、スープの海苔もいい感じで、すごい美味しい麺でした。で、スープはあの醤油の心地いい香りとこう芳醇な鶏の味わいで、こう飲んでいくごとに徐々にあの尻上がりに鶏の出汁が良くなっていく感じで、すごい美味しかったですね。まあこう無花町ならではのあの余韻と、なんかナチュラルな出汁の良さが伝わるような美味しいスープでした。で、トッピングはあの別皿でこの鶏と豚のレアチャーシューとか、味玉がついてきて、まあどれも美味しかったですね。まあメンマが特に僕は美味しいと思いました。まあ本当に美味しいお店なんでね、あの気になった方はぜひ一度足を運んでみてはいかがでしょうか。はい、ここからは早送りでお楽しみください。はい、今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。これからもこのようにあの主に愛知県のお店の情報だったり味の感想を発信していきたいと思っていますので、まあ、参考になったとか美味しそうとか思っていただけた方は動画を作る励みにもなりますので、まあ、ぜひ高評価チャンネル登録の方よろしくお願いします。あとここの店もうまいぞとか、あの地元ではここの店が有名とかっていうお店の情報がありましたら、コメント欄で教えていただけると嬉しいです。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。